ローレン・コンラッドはアメリカ合衆国の女優、タレント、作家、ファッションデザイナー。MTV のリアリティ番組ラグナビーチに出演したことで有名になり、その中でも特に人気の高かったローレンを主役にしたスピンオフザヒルズで一役スターとなった。ザヒルズではローレンが恋や友情に悩みながらもファッション業界でキャリアを積んでいく様子が描かれ、 ローレンのファッションも注目された。結果、後にデザイナーとしても活動することになる。ローレンは3人兄弟の長女としてカリフォルニア州ラグナビーチに生まれた。妹のブリアナはラグナビーチシーズン3に出演している。2004-2005ラグナビーチローレンが高校4年の時ラグナビーチに出演した。シーズン1では彼女が卒業して サンフランシスコのアカデミー・オブ・アート・ユニバーシティへ進学するところまでが収められ、シーズン2では中退した彼女がラグナビーチへ帰ってくる。その後、ロサンゼルスのファッションスクールへ転入。2006-2009、ザ・ヒルズ2006年5月31日、MTV、ザ・ヒルズシーズン1がスタート。ローレンがラグナビーチを出て LA へ向かうところから始まる。 ティーンボーグでインターンをすることになり、ファッション業界へ足を踏み入れる。サンフランシスコの大学で出会った、ハイディ・モンタグと暮らし始める。2006年夏 -2007 年2月、シーズン2が撮影された。初回放送、2007年1月15日。その頃、ローレンとハイディの友情関係は、ハイディの新しい恋人、スペンサー・プラットの出現により悪化していた。 ハイディがスペンサーと同棲を始めた後、オードリナ・パートリッチが、ローレンの新しいルームメイトとなった。2007年夏 -2008 年3月、シーズン3が撮影された。初回放送、2007年8月13日。一度は、パリ行きのオファーを、ホイットニーポートに譲ったローレンが、ティーンボーグでの確実なポジションを再び築くため、パリへ行く。2008年3月、 ホイットニーはティーンボードを去り、ファッション PR 会社、ピープルズレボリューションへ移る。イベントでホイットニーを手伝ったローレンにも声がかかり、ローレンも同じ会社で働けることになった。2008年夏マイナス2008年11月、シーズン4が撮影された。初回放送、2008年8月18日、2009年1月、シーズン5の撮影が始まり、 初回放送は2009年4月6日。ローレンは自分にとってはこのシーズンが最後だと明言した。2009年5月31日が彼女のシリーズ最後の出演となった。ローレン不在の番組は続けられ、クリスティン・カバラーリが代わりに主役に抜擢された。シリーズは2010年7月13日に終了。上記の番組以外では、モデル発掘のオーディション番組、 アメリカズネクストトップモデルにゲスト審査員として出演したことがある。2009年9月、デイリー・ビーストが MTV の人気リアリティドラマザ・ヒルズのキャストのギャラを明らかにした。記事によるとキャストの中で最もギャラが高いのがローレンで1エピソードあたりの出演料が12万5000ドルだったという。ローレンは MTV 側とドラマの出演に際し、 他のキャストのギャラよりも多くなければならないという契約を交わしていた。ザヒルズ撮影中、雑誌、ティーン・ボーグのインターンとして働いた。それがティーン・ボーグの売上向上につながったと評された。2007年3月の報道によると、同年1月中旬のザヒルズのオンエア以降、売店での売り上げが2006年の2倍増であった。2008年3月、ローレンは、 新ブランド、ローレンコンラッドを立ち上げる。メルセデス・ベンツ LA ファッションウィークでデビューを飾る。2009年春夏コレクションはキャンセルされた。同年秋から全国規模の大手デパートコールで LC バイローレンコンラッドを販売している。2010年8月、親友と一緒に新しいブランドを立ち上げることを発表し、これまでのブランドとは全く異なるもので、 高級ラインになると付け加えた。2009年6月16日、ローレンの処女小説、L.A. キャンディが出版された。ハリウッドへ移り住んだ19歳の主人公、ジェーン・ロバーツが、リアリティ番組のスターになるという、ローレンの実生活を元にした話になっている。ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに2週連続で入る快挙となった。2010年2月16日に出版された2作目。 スイートリトルライズもベストセラー入りしている。主人公は前作と同じジェーン・ロバーツである。小説3部作の最後となる、シュガースパイス、ローレンのファッション業界での経験や知識について書かれたスタイルがある。ありがとうございます。